はい、こんにちは、随風さんです。今日は小坂直さんの運勢を見ていきたいと思います。パッと見た瞬間、織田武道が仮面をかぶってるんですねと。アイドルという名の仮面をかぶっている織田武道、とんでもないことになりそうですね。まさかと思いましたね。びっくりしました。非常にね、なんていうのかな、はったり強い、非常に規制とはったりでのし上がる、そういうようなね、感じのことが出てますし、これあれですよね、もう幕張メッセで今から除霊をやります、ね、もう今までかつてない大除霊です、ね、そういうとんでもない悪霊を今から撃退しますみたいなね、やりそうってやばい、やりそうですよね。で、まあまだねお若いんでね、あれですけど、そのうち霊が見えてきましたとね、あなたの後ろには霊がついていますとかね、なんてことを言うんだみたいな、まあ極論で言ってますけどね、まあそのぐらいすごいということが言いたいわけです。ですので、それでやっぱりのし上がっていくね、まあそういう、まあ織田武道もう半分嘘だってみんな分かってるんですよね、テレビの向こうでね、嘘だって言ってね、なわけないだろうと思いながら、織田武道のね、はったり、もう絶対それを信じさせるみたいなね、本当のように振る舞うみたいなね、そんなような感じ、それがねやっぱり、女版とした、まあ、こういう子がアイドルグループにいるんだと、日向坂にいるんだと、ね、乃木坂にいるんだと、ね、いうことですよね。ですから、まあ、これからそういった意味で楽しみですよね。ですから、まあ、一番好きな芸人小島だよとアンジャッシュ小島、ね、大島さんですか、ね、小島だよみたいな激しいツッコミね、あるいはオードリー若林、ね、そういうようなね、まあ道に何か進みそうな感じで、若林と掛け合いで、何かね、霊能スポット巡りとかね、また、やりそうな感じですよね。ですんでね、まあ女性の場合ね、その男性に投影するっていう部分はありますから、女性の場合どういうことするかっていうと、例えばね、梶原一騎と一緒にいますってことなんですよ。梶原一騎と一緒に行動してるアイドルみたいなみたいな、まあそれでね、除霊ありますって言われればね、わかりましたって、梶原さんのバックアップで除霊ですねって言って、なんか本当のような気がしてきましたみたいな、うん、まあ大事になっちゃうってことですよね。だからその千葉哲也さんが言ってましたけどね、半径5メートル以内しかもう描けない千葉哲也さんがね、もう梶原一騎というね、もう話がでっかくなっちゃう人と組んで漫画を描くとね、とんでもない漫画になっちゃうんだと。明日のジョーというね、とんでもない、もうお葬式まで開いちゃったりしてね主人公が死んじゃうとね、力石のお葬式とか、矢吹城のお葬式とかね、大々的にやったわけです。そのぐらい大げさなことになるので、これはね、もちろんその芸能人としてのね、その、まあ、能力、ね、才能ということになりますんでね、芸能人であってよかった、楽しいなっていうね、感じです。
それを知っててね、みんな楽しむんですよと、ね、プロレスも八百長だけど、ね、それを知っててみんなそれを楽しんでんですよということなんですよね。ですからまあエンターテイナーとして、非常にね楽しみな配置でね、面白いこともやってくれると思いますっていうか、あれですよね、もうどういう方向性に転んでいくのかなこの子はみたいなね、末恐ろしいなみたいなね、感じではいます。ですんでね、梶原一騎にした人をパートナーにするっていうと誰でしょうね、まあ、力がある人ってことでしょうね、もちろんね秋元さんじゃないですよ秋元さん力持ってるけどこういう怖くはないですからね、織田武道ではないですからね、ということでまたこれから注目ね、見守っていきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さよなら。